どうも会長です。いつも会長チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。現在は広瀬通りと万水通りが交わる交差点におります。今回ご紹介するお店のカテゴリーは台湾料理、そして一押しのやみつきメニューは揚げチャーシューです。台湾料理にお詳しい方であれば揚げチャーシューご存知だと思います。一方、揚げチャーシュー初めて聞きますという方はどうぞ動画をご覧ください。そして揚げチャーシューをはじめとするお料理の数々以上に魅力的なのがお店にいらっしゃる親子です。店長として店全体を仕切る息子さん、そして厨房で美味しいものを生み出し続けるママさん、この親子のコンビネーションが台湾の家庭的な雰囲気を生み出し、常連さんたちに愛される秘密となっています。ということで着きました。今回ご紹介するお店は台湾酒家チュンウェイさんです。本格的な台湾料理、そして親子が生み出すお店の雰囲気、どちらも堪能していただければと思います。それではご一緒に参りましょう。さあ行くぞ。まずこちらのチュウエイさん、オープンなさったのはいつなんでしょうか？うちオープンしたのは2016年7月です。うちは基本アットホーム的な感じのお店 で常に提供しているのは台湾の屋台系とレストラン系の料理を提供しています。チュウエイさんでは店長として成田さんがまあホールを担当して、あとは厨房で美味しい料理はお母さんが作ってるということですね。そうですね、うちは基本料理は全部お母さんが担当していて、もう常に愛情を込めて作っておりますので。人気メニューとかおすすめメニューを教えてください。はい、当店一番人気なのは揚げチャーシューです。これは台湾では一番スタンダードの揚げ物料理です。で、他にも昔ながらの干し大根の卵焼きもございますので、ぜひお試ししてください。それでは早速、台湾ビールをお供にチュンウェイさんの料理の数々をご紹介してまいりましょう。この日のお通し4品は、きゅうりの甘酢漬け、ローストチキンとズッキーニ炒め、ゴーヤの豆豉煮、そして揚げナスとえのきのカツオだし煮でした。台湾料理と日本料理、そのコラボレーションに早くもこれから運ばれてくる料理へ胸が高鳴ります。お料理が運ばれてくる前にはちゃっかりと紹興酒までオーダー、直球にもスライダーにも対応できるフォーメーションを整えました。一番最初に一番人気揚げチャーシュー様のご登場でございます。チュンウェイが誇る DH、まさに味のショータイム、そんな感じのこの強いビジュアル、いかがでしょうか？チャーシューの外側を覆う衣に使われているのは台湾ではポピュラーなさつまいもの粉。この香ばしさが胃袋のインコースに紹興酒を引き寄せます。そして全体にかかっているのはソースではなく、とろみと甘みがある台湾の食卓の醤油。この味が口の中に広がった瞬間、それはもうやみつき確定です。あまりのうまさにまるでフグ刺しを食べるがごとく贅沢モードで食べさせていただきました。続いての登場は、丸い皿の上に同じように丸く盛られた干し大根の卵焼きです。台湾で卵焼きは丸のまま大皿に盛られ、自分の好きな分だけ取り分けて食べるのがポピュラーなんだそうです。メインの具材である干し大根は塩漬けされたものを塩抜きして使い、その塩気だけで卵焼きを作る、これが基本だそうです。今回はこの皿1枚分の卵焼きを自分一人で食べる、そんな申し訳ない贅沢をさせていただきました。本当にすいません、ごちそうさまでした。続いてはこれも人気がありますよね、焼きビーフンでございます。この焼きビーフンなんですが、
ポイントは野菜とビーフンの比率だそうです。たっぷりの野菜とともに主食のビーフンを楽しむ、それがチュンウェイ流の焼きビーフンスタイルです。ご覧いただいているように野菜の比率が高いですよね。これは限りなくカロリーゼロに近づく、そう確信したのでございました。続いて、台湾ではおやつ代わり、そしてお酒のおつまみによく食べられているという腸詰めでございます。手前に見える白いのはニンニクのスライスなんですが、台湾ではニンニクネギという、日本でいうと餃子ニンニクのようなものを使うこともあるそうです。それにしても一日でも早くまたお料理とお酒を楽しむことができる、そんな日々が戻ってくることを願っております。続いてのご紹介は、厨房で取らせていただいたネギ肉醤油炒めです。こうして出来上がったネギ肉醤油炒めなんですが、使用するお肉は牛肉か豚肉が選べるとのことで、今回は牛肉でお願いしました。しかしながらやっぱり主役はネギなんですよね。本当に鮮度のいいネギが入った場合だけメニューに登場するとのことでした。続いてのご紹介はこちらも人気商品、その名も気まぐれチャーハンです。チャーハンの中に見える茶色いもの、ご覧いただけますでしょうか。これがこの日の気まぐれチャーハンのポイント、ウリの味噌漬けです。台湾ではチャーハンの中に漬物を入れることが多く、その中で今回はウリの味噌漬けが採用されたという感じです。これ漬物ではあるんですが、ほんのり甘い味がポイントなんですよ。紹興酒と合わせて味わいたい、そんなテイストでした。気になる気まぐれの定義なんですが、これはママさんがその日一番ふさわしい具材を入れる、それが1点、もう一つは常連さんがママさんに今日はこういったものを入れてチャーハン作ってくださいとお願いする、まさに 2way 双方向の気まぐれが許された一品、そこにも由来するそうです。チャーハンに限らず、こういうものを食べたいという具材を指定すれば、それに応じてママさんが作っていただけるということですので、ぜひお店に通ってママさんと仲良くなって、自分が食べたいものをオーダーなさってみてください。続いて、上品な塩味が素材の良さを引き立てる台湾焼きそばです。日本のいわゆるソース焼きそばとの大きな違いは、ズバリ滑らかであるということ。焼くのではなく、野菜から出た水分を生かしながら強火でさっと炒める、焼くと炒めるの違いがここにあるとのことです。その喉越しの良さから、店長は飲める焼きそばという表現をしておりました。ぜひ一度お試しください。続いては、グランドメニューにある青菜炒め、そのシリーズの一つ空心菜炒めです。
こちらもその時々で一番おいしい旬の青菜を使用するということで、撮影日のこの日は空心菜を炒めていただきました。もちろんこちらのメニューもママさんにあれとあれを炒めてみたいなリクエストが聞くとのことです。さてここで常連だという女性のお客様がカウンターにいらっしゃいましたので、お話を伺ってみることにします。お店の魅力はやっぱり店長とママじゃないですかね。お家帰ってきたみたいな感じで迎えてくれるし、はい、うん、ご飯も美味しいですし、はい、ママが作ってくれて、なんか愚痴とかも全部聞いてくれるし、はい、お兄ちゃんとお母さんみたいにさせてもらってます、はい、料理だと、揚げチャーシューとあとは薄焼きパイ、あれが好きです、はい、ということで常連のお客様から教えていただいた薄焼きパイを使った台湾クレープをお願いしました。この日の中身は鮭とレタスでしたが、こちらのメニューも季節によって中に入る具材が変わるとのことです。こちらのお料理、初体験の味でございました。クレープと中の具材が織りなすハーモニー、ぜひ一度ご体験くださいませ。そして今回の撮影で最後にいただいたのがこちら、エビ卵炒めです。これはもうご覧いただいてわかるように優勝の味でございます。プリプリとふんわりとコキコキ、その3つの食感、贅沢な味わいです。さて動画の途中でもご紹介しましたが、春英さんには基本的なグランドメニューこそあるものの、その後通えば通うほど、常連になればなるほど、ママさんに好みをリクエストして作ってもらう、そういうことが増えるそうです。お店を訪れた時にはお帰りなさいと一声優しくかけていただけます。温かで優しい台湾料理が味わえるチュンウェイにぜひ一度お出かけください。それではまた。いつでもお帰りをお待ちしております。よろしくお願いします。